れは人類が衰退した世界の物語である。1年前、7つの巨大な結晶体が天から落ちてきた。これらの結晶は原力という名の強いエネルギーを含み、一人でに成長するためエネルギー危機を解決すべく天が与えた宝物だと考えられた。しかしすぐに結晶はタガが外れたかのように恐るべき規模の鉱脈と化し、強烈な原力の波動を発して人類を汚染、モンスターの姿に変えた。感染はたった数週間で爆発的に広まり、ついには地球規模の大災害となった。これが大爆発と呼ばれる人類のターニングポイントである。しかしこれは決して世界の終わりではなかった。災害を生き延びた人々は結晶が広がった大地にいくつもの避難所を作り、人類文明を復興しようと試みた。そして大陸から遠く離れた島で優秀な少女を集めた雇用兵部隊が活躍する。すべてはここから始まった。チキ君、開始しますか。
通れない。こうするしか。うわぁ、ちょっと待って。ところでアイリーン、この OTE はどうやって外すんですか？基地外での装備アンロードには緊急権限が必要です。でも向かって権限設定を持つ後方支援部隊に話しかけたこと全然ありませんよね。そもそも使う予定がなかったんです。それで他の方法はあるんですか？作戦マニュアルに書いてありますよ。指揮官権限で強制アンロードが可能だそうです。その方法もあるんじゃないですか？さあ指揮官、早くこれを外してください。どうやらこれからは店長と呼んだ方が良さそうですね。なかなか個性的なあだ名だと思います。そういう趣味はありません。これは純粋な称賛です。またハッキングですか？それで調べているのもまたご自身の素性についてですか？実際誰でも自分が何者なのかという疑問を抱くとは思います。いつからそれを？それならもうやめてください。これ以
上やるとおそらく式部に。Ease the way!Thank you.
確か XR87 ですよね。最新型の電力ドライブギアですか。ここにムカがいたらきっと原力装備は嫌いだとかブツブツ言ってるでしょうね。店長、十分な距離を保っていてください。